紐やストラップを取り付けるときに、ひばり結びだと緩みやすいですが、ブルヒッチだとしっかりと固定することができます。結びたいところで紐を折り曲げて、向こうから手前に通します。手前に通してきた紐を一回ひねります。ひねってできた交点のところで、先端の輪を向こう側に折り返して下に重ねます。できている輪に紐の先端を上から下に通します。引き締めます。 結び目にバッテンの形が出るように引き締めてくださいこれでブルヒッチの結び上がりですストラップに取り付けるときにも普通のひばり結びで取り付けるよりブルヒッチを使うことでしっかりと結びつけることができます